長生きしてくれたなというふうに思っております。まあ、これから、まあ、自分のことを一生懸命考えていけないなと思ってますけど、もう70を過ぎましたので、長いあの木の箱が目の前にちらついているような感じがします。まあ、そういうことで、あの大湯道側からですね、北側の方はあまり私も来てなかったんです。ただ、私が記憶にあるのは、今の上の町ですね、綺麗になりましたけど、上の町が一番栄えてましたね。あの大成、昔大成だって言いましたが、そこに、露天の、市場がありましたね。露天の市場がありました。果物とか花物を売ってる。もう15年前に廃止されてなくなりましたね。あそこあたりまでがだいたい町の、中心街中間の立花通りは広くてですね、でお店がポツンポツンあったぐらいですね。まあ、戦後になってからですね、戦後だいぶ過ぎてからですね、立花通り3丁目 の、 あの商店街 の、 あのアーケードは立花通りを両方渡してこうかかっていたことは写真確かあったと思うんですけどね。だからあの頃は2車線じゃなかったんじゃないかなと思うんですよね。今のように6車線じゃなくて4車線じゃなくて片側2車線1車線、片側1車線の2車線じゃなかったのかなと思うんですね。ですから山形屋が今のあの立花橋の、あの北詰のすぐ左側にあれはマンションやないんですかね、マンションですかね、あれは貸しマンションみたいになって、 あそこが元の山形屋で、宮崎にはデパートはそこが一つですね。それから後にあの今の立花百貨店、あれができたんですから。で、立花百貨店ができた時にあそこの前に映画館がありましたよね。ロマンサーですか。あのロマンサーに来たのが黄色いロボンでした。で、あそこが抜いて、あそこに、山形屋が移転してきたんですね。ですから、ちょっと後のことですけど、であの信号機はどこもなかったです。あのロータリーがありました。立花通り1丁目のあの市役所の前のあの角ですね。次はあそこが大きなロータリー、それと立花通り5丁目に大きなロータリーがありました。あそこであの消防自動車がひっくり返ったことを覚えてますね。あで消防団がね、確か1人か2人死んだんですよ。ですからそれは覚えてます。そういうそのくらいのことですかね。ただ今で思うと宮崎神宮のお祭りはもう今貧弱で廃れてもうかわいそうぐらいですね。昔はあんなもんじゃなかったです。もうダーッと両脇ですね。そして、当時宮崎銀行じゃなくて日向工業銀行ですから、日向工業銀行はその日はお休みです。宮崎銀行大祭の時はお休みです。学校は昼までです。で昼から先はお祭り見に行かれると、宮崎神宮大祭が出るのは向こう10時に出るから、大江戸に来るのはちょうどいいお昼頃なんですね。ちょうどいい見頃なんですよ。で学校終わったら早起きしてて、行かせてくれたことを記憶してますね。ただね、爆弾があちこち落ちてね、で人が亡くなったり牛が空中に持ち上がったりですね、それから知り合いの家が爆弾で亡くなったり、はい、そういうのは体験値のかな、見てますね自分で。やっぱり特殊なとこしか記憶してないんですね。全部が全部こう相当にっていうような
ことはないです。だからなぜだったんだろうかなって思うところがやっぱり記憶に残ってですね、まあ、赤いの飛行場はですね、戦後私たちのいわゆる青春時代の遊び場所ですね。模型飛行機をしたり、エンジン機といってもあの今よりラジコンでやるわけじゃなくて、こう、両手でもちょっとこうして動かす、エンジン機ですから、飛行機をくるくる円を巻いて走る飛ぶだけですね。でそれをこう飛ばせてうまくこう着地させるというようなそのエンジン、それとかあと模型飛行機があそこで飛ばして青島まで飛んでいった飛行機があったということを記憶したりですね、そんなことですね。まあ、あの今より電線はたくさんないし、車も走ってないし、路上で遊んだって大したことないし、だから子供たちが家の中で引っ込んで遊んでるっていうことはなかったですからね。もう今は全然ありませんですけどね、昔はあの玄関口に大きなこんな、セメントの樽を置いてあったんですね。あれ水をまんま張ってるんですよ。結局それが防火用水ですから、と冬になるとね凍るんですよ。このくらい2センチくらいですかね。その上でこまましてやすんですね。そういう記憶はありますね。